2024年2月8日木曜日午後6時の鐘がもうすぐ鳴り始めますようにかなま放送さて今日は何の話題をもって 皆さんと楽しみましょうかさあどうなるか三日生放送始まりました6時の鐘も無事なりました今ちょうど6時の10秒になりましたっていうことで後ろの時がなんか ピンボケしてますよね。これ何かね、あの iPad に入ってる Facebook アプリの仕様が、私に断りもなくね、勝手に変わっちゃったみたいで、外時計見えないじゃない。困るよね。こういうことをされると Facebook さんね、鮮明な画像、あ、そうですか。私の顔は鮮明に映ってるかもしれませんね。だけど時計がね、 時計はこれ生の証で後ろの柱時計のピントが合ってくれてなかったらとっても困るんですよ。で、さらにこの時計がある場所とここの真ん中あたりにこのあたりね、このあたりに金色っぽくこれはあのいつも見てる人は気がついてたかもしれませんけども東塔台じゃなくって えー、風車。風車っていうか風車。風車ね。オランダあたりで、こう、大きな構造物でぐるぐる回って、その動力を利用して、穀物をつくとかね。で、オランダにあるっていうことは、オランダっていうのは、実は地上げじゃなくって、うん、焦点は顔にっていうことなんでしょうかね。 三浦道春商店なのか、三浦道春本舗なのか、ね、えー、商店は顔にっていうことですけど、ちゃんちゃかちゃかちゃか、ちゃんちゃんじゃないでしょ、商店って言ってもね、ピントが合うの商店ですけども、あの、後ろの時計の方がもうぼやっとして見えないので、もう仕方がないので腕時計を持ってやって、手がだるいんでね、 これだったらまるでこの車の中から送る野外ライブ、屋外スタジオと同じじゃないか。設定を無焦点に変える。なんか設定ができるんですかね。この始まる前に設定をどうするか、カメラの設定どうするか。まあその、うん、iPad そのものの設定、 カメラとか動画の設定を知らない間にこう変えてしまってたっていうことがあるのかもしれませんね。それと連動してフェイスバックの場合もっていうことあるかもしれないから後でねそのアドバイスに従ってちょっと覗いてみようと思いますけども何の話してたんだったかなああ6時のあの中央フリーウェイなんでこの曲かというとカーラジオで流れてたかなってそれだけのことでして。 私の日刊生放送、私がなんか歌うのは、この始める直前に、直前に聞いた曲が脳内をぐるぐる回ってて、それを歌ってしまうということが極めて多い。<laughs> ということでね、さっき車に乗って帰ってきたカーラジオでかかってきたのが中央フリーベイ、右は、右は競馬。 なんとか工場、え左はなんとか工場、<laughs> 歌詞もろくに覚えてませんけど、この空気感ですよね。エアー感と、ね、えー、このメロディーはすごくパーンと頭に入ってまして、歌詞は頭に定着する3番目、すなわち、うろ覚え <laughs> っていうことになるわけですけども、えー、それで替え歌にしてしまうと。 いうことだったわけですね。今日ね、パークタウン行ったらね、なんかね、ピカチュウ商法ですよ。ピカチュウ商戦っていうか、あのー、1階、2階売り場があって、3階駐車場で、4階屋上で全面駐車場なんですけど、1階、2階、3階がパーンとこう吹き抜けになってるわけですよね。大きなキュービック状の吹き抜けがあって、 で、その真ん中、すなわち広場。あの作りはいいですよね。天井が高いってすごい開放感がありますよ。あの、近隣にそういうショッピングモールあるんですけど、そのセンターに当たるところが吹き抜けでも2階ぐらいだったらね、やっぱり見劣りがする。思い切って3階吹き抜け、ドーンと。ね。これやったら、それだけ売り場が減るっていうかね。 と、おおこう、近い目線では思いがちなんだけど、これ長くお客さんを引きつける魅力としては、3階吹き抜けで広い広場っていいですよ。で、その真ん中で今日はね、ピカチュウですよ、ピカチュウ。今頃ピカチュウかって、今頃っていうのは2つの意味があって、1つは、2024年にまたピカチュウ。ピカチュウってやっぱ細く長いブームなんですかね。 やっぱり人気あるんだね。だって子供さんの名前で、ね、キラキラネームになるのかどうかわかりませんけど、ピカチュウとかって付けちゃう親御さん、付けられてる子供さんがいるってわけだから、ピカチュウ人気がいかに大きいかっていうことですよね。それでね、 ピカチュウ商戦で何をでね、人がズラズラズラーって長、あの、並んでました。うちのマネージャーが太く長い人気ですね。だって。ね、長いだけじゃなく太いんだ。ね、長いって言ったら大体細く、長く。ね、太かったら太く、短く。俺は太く、短く生きるぜ。ちゅうだうね。もう人と喧嘩しようが、もんちゃく起こそうが。 自分が言いたいことを言い、好きなことをやって、ポーンできるっていうのが、太く短い生き方っていうんですけど、太くて長いっていうのもあるんだね。ピカチュウ人気ってそうなんだって、うちのマネージャーの見解によると、ま、ね、あのピカチュウ人気は太く長い人気だそうですけども、列も長かったです。あの何回もこう、蛇みたいにぐるぐる回ってね。で、こう、3階建ての吹き抜けですから、 高さの方も高い空間がある。そこにですね、えー、盆踊りみたいに、高いところにしてあって、やぐらを組んで、そこで太鼓を叩くわけではなくって、なんかピカチュウに出てくるものをモチーフにした、まあ、ディスプレイがね、えー、してありまして、ダブルさんのこの絵文字は何なんだろう。チューチューチューピカ、チューチューチューピカ、まさに、ピカチュウ。 チューチューチューピカの絵文字を書いてい,いろいろ探したんでしょうねネズミとかチューとかってねあの文字を入れてでその候補を出してあネズミの絵文字ってこんな3つもあるんだと思ってね出してその後にこにピカも探して入れたんでしょうね。そそうういうこの絵文字ががつ並んでるるれれ形成されるプロセスを 思わず頭に想像してしまう <laughs>。そういう絵文字なわけですけど、ピカチュウ、チューピカの特徴で。でね、その櫓の周りにぐるっと商品が置かれてるわけですよ。で、この3階からエスカレーターからずっとこう降りながらね、3階の駐車場が降りてくるときに、その吹き抜けですから見えるわけだ。下の広場の光景が。ね、人がぐる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 っと取り巻いて櫓の周りをね。 えー、それが真ん中の売り場へ。そしてそこからまたこのレジに至っているという様子を観察することができたんですが、ヤグロウの周りに売られている商品何なのかなぬいぐるみですよ。ぬいぐるみ。ピカチュウさんをはじめとして、ピカチュウに登場したモンスターですかポケットモンスターたち。それでね、 私、ポケットモンスターほとんど見たことも読んだこともないので、例えば、こいつ、例えば、こいつとかね、あるいは、ポケモンの中のエピソード、ね、これを言ったら、ポケモンファンの人だったら、絶対わかる定番の話、すら、知らないというね、そういう人でも話題に上げてしまう、ピカチュウ現象、社会現象としてのピカチュウなわけです。でもね、 とっておきのね、ピカチュウにまつわる話題があって、そのピカチュウのね、ピカチュウのいろんなキャラクターがあるわけですよ。すごくたくさんの。それを生み出した原作者の人ってことかなえー、それでもキャラのデザインした人かなそういう漫画家なのかデザインなのか、その人クリスチャンでね、東京にいるんですよ。で、会ってね、 サインしてもらったんだよ。だから私の本棚にピカチュウ単行本ピカチュウがこうずらっとあるんでしょうけど、その第一巻があって、それにピカチュウのビジュアルデザイン、あるいは設定デザインを作った人のサインがね、入ったのがね、あるはずなんです。その本がね、私の本棚探せばどっか、 運が良ければ今探して、ああ、これだって見せられるんで、ちょっとね、1分ほどだけ探してみましょうかね。私のね、ほんだらね。まあ、出てきたらちょっとすごい、ピカチュー、中田十字とその時代とかね。<laughs> なさそうだね。アメリカ・キリスト教入門とかね。ボーリズ関係の本とかですね。 キングパパのあたりにあるのかなこの辺に置いたかなどっかには捨てては絶対なくって大事に置いてるんですよだけど問題なのはどこに置いい。たか分かんない乃木将軍とかそういう本もあるし日本人と聖書山本七平とかもありますし成功する人間関係とかですねなんかねふっとこう探し物ってふっ ふとと見つかりそうでふっとやっぱり出てこない。炎のランナーのビデオとかね。ピカチュウなんかね、この辺に置いたような気もするんだよね。ピカチュウの第一巻がね、私の本棚にね、あるのですよ。それは捨ててないし、誰かが持ってったわけでもないから、またね、出してこないといけないですね。今日そのパークタウンでピカチュウ商戦を、 見る、見てそれを話題にするとは思ってなかったから全然準備してなかったんで、また仕込んどかないとね。だから私の生放送って企画会議であるとともに生、生、その本番でもあるとね。なんかこの辺に置いたような気がしたんだけどないね。ある時期にはこの辺に置いたんでしょうね。まあ運がいいのか悪いのか、ちょっと見つかりませんでした。これは 必ずやいつの日か、ピカチュウ第1巻にですね、うん、ピカチュウのえ原作者それとも、えー、キャラクターデザインした人本人にもらって、そこでサインしてもらって、で、その行き先は話しません。ちょっとややこしい話がいろいろありましたね。どっちかというとトラブル系の話なんですけど、で、そのトラブル解決っていうことで、 で、行ってですね、それはまあその漫画家さんの、まあ著作権でもないですけど、すごく本が売れたのにお金が入ってこないね。最初に口約束でもっとたくさん売れたら、あなたにも分けまえをね。で口約束はあったけど、全然それを履行してくれない。それをこう、訴えに行くという動画なのに、なんか死んだけど私が一緒に行ってですね、わあわあうるさい兄さんがいて、 ま、その兄さんが義教師に行かえ、あんなワーワー言ったらね、ダメですよ。まあ、それはさておきね、絶対聞いてないと思うから、そのついでに、そのライターさんの知り合いということで、ポケモン誕生に深く変わったというか、ポケモンを生んだ父親なのか、母親なのか <laughs>、ね。そういう、あの方がクリスチャンでね、たまたまね。で、その人はピカッ、 中の、この、出てくるのを使った子供のための、その、聖書の話、っていうのをね、YouTube だったかネット、どっちかでね、やってもう十何年前ですよ。だからよく探せば出てくるんじゃねそれって作った本人がやるのは著作権的に引っかからねえのかな さ、で、私がクリスチャン新聞記者、元記者って知ってるから、言ったらクリスチャン新聞の方に話が流れるかな、と、彼は多分思ったかもしれないね。60%の確率で。だけど私がピーンとこう黙ってたので、まあメインの話がかんばしくなかったということにも引っ張られて、全然クリスチャン新聞に押した。またその頃ね、あんまり物を書くとか、そういう意欲も乏しくね。 放置されたままなんですよ。ピカチュウのキャラを使った子供のためのをもの話みたいなのをね。なんかほったらかしになっちゃってまして、まあここで思い出したのも神の導きかなと思わなくもないですけど、わかりません。でも、さっき述べたことは、これはね、事実なんですよ。ね、事実としてその本とサインを見せたら、このところが目に入らんかとばかりにね。 わかるんですけど、残念ながら見つからなかったので、私の頭で、捏造した話だったかもしれない <laughs> その可能性1、1%ぐらいはあるわけですけど、私はまあ、確かな話だと、思ってるっていうか確かなんですよ。それは確かなんですよ。さてね、そういうことで、ピカチュウの話でこんな皮膚に引っ張るとはちょっと夢にも思わなかったね。本当にお、人間の記憶って、ピュッと続くとピュッと出てくる。 本当に不思議なものですよそれでねあのフェイスブックって便利でフェイスブックのメッセージでねいろいろと情報を寄せてくださることがありそのね「木金はボーリスデイ」っていう設定がありましてねこのところちょっとお留守してましたで先週か先々週にたまたまボーリズ・デイに該当するような話題がね 木金あたりに引っかかりまして、その相手の S さんはそこを狙ってきたのかどうか知りませんけど、なんかね、メッセージで、メッセージで、ボーリーズ関係のネタを投げてきたわけですよ。でね、いきなりパーンとこれですと言っても、つまんないから、つまんないから、皆さんにヒントね、えー、ボーリーズ関係で、 えー、しかも、この人に関係がある。ちょっと待ってよ。この人の歌、この人の歌でけだし、有名な歌とは何か。あ、これ、これ、そうなんだ。この歌が、この歌が、夕焼けこや、これそうなのこの人なのうーん、この人の名前かけるあ 赤とんぼ。赤とんぼって言っても赤とんぼ、赤とんぼの、ね、なんとか音を通ったら、それとは違うんですよ。あ、ミキロフ作詞、ね、ミキロフ作詞、うん、著名著名作曲、夕焼け小焼けの赤とんぼ、 見てみたののはいつの日か私こういう楽曲の場合ね、やっぱ私の脳内で出てくるのはね、ダークザックスとかね、デュークエイシスとかですね、そういう感じ。あ太タイヤがなくなったような。うーん、ちょっと待って。その人かもしれない。あん その本を探してみないとね、サイン書いてもらったからね、探さないとね、綺麗なお家でしたよ、本当に。うん、綺麗なお家だったですよ。それからね、うん、あ、これ懐かしいな。タラララララ,ラ、楽しいペチカ、ペチカ、燃えろよ、お話ししましょう、昔、昔よ、 燃えろよ、ペチーカー。これもね、山田耕作さん。山田耕作さん。山田耕作さんの作曲した歌なんですね。山田耕作。で、作っていう字が作るっていう字の上に竹冠がね、載ってましてね。まあ自分の頭がハゲてるだけに、名前だけは上になんか生やしときたいと思って、この漢字を、 採用したのかなとかってもうすごくジョークでいつも考えてしまう山田耕作先生ですけども、この山田耕作さんとボーリズさんの関係性というのを、ね、この、ボリューリズ研究の、もうボリーリズ研究の有名人ですから名前言っちゃおう、ね、セリノさん <laughs>、が垂れ込んで、 こっそり垂れ込んでくれたのは生放送でバンと行っちゃうと。いいのか悪いのか。もう私に言ったらね、これは絶対秘密にしといてもらわないと困りますよっていうのでない限りは言われちゃうわけでね。で、キーワードがね、以前にエスペラント日本大会の公演で、ああ、ボーリズと、あのね、山田耕作さんの奥さんがいるわけだ。いや、 山田耕作の奥さんじゃなくて山田耕作のお姉さんお姉さん妹妹だね。山田耕作の妹がおりまして、わかりますか山田耕作ね。あの、音楽室の教室に肖像が多岐レン太郎とともに飾ってありましたでしょうかベートーベンとか。 モーツワルトとか並んで、日本の音楽家、滝蓮太郎、ね、山田幸作。あ、なんで、音楽だけ、音楽の道の人だけ、あんな風に肖像画飾られるんですかねそれだったら、その、数学にすごい業績残した人とか、サイエンスに業績残した人も、ニュートンとかね、アインシュタインとかもね、ベートーベンとかモーツワルトと同じように肖像にして、ね、理科室とか、普通の教室にね、 飾るべきだと思うんですけど、なんで山田耕作と瀧蓮太郎だけあんなに優遇されてるんだろうか。今にしてね、思うわけですね。ベートーベン並みに有名ですよ、山田耕作さん。で、その山田耕作さんの妹さんが、妹さんが、お名前が、この、S さんの、ね、あれで言うと、名前がですね、 ちょっと待って、その人自身の名前が出てこねえな。で、その人の、その妹さんの山田耕作妹の連れ合いとなった人、これがね、国際結婚なんですよ。で、国際結婚ちゅうことが、ボーリスさんの場合と同じ。で、ボーリスさんはすなわち、ひとつ柳巻子さん。ね。 一つ柳、柳巻子しゃん。っていうことでね。うーん。で、日本にボーリズ、もうそのアメリカとの開戦直前にね。開戦直前に、日本に来か。こんな損な選択ってないですよ。この割に合わない選択ってないですよ。さっさとアメリカに逃げて帰ればいいのに。だけど、やっぱり、ね。夫婦になった。 ねうん。マキコさんのために、自分は、日本に自分が帰化します。ねまたマキコさんをアメリカに連れていくでもなく、大海兄弟者っていうのを残してますからね。だけど、ボーリスは戦争中すごく苦労したわけだ。みんな苦労したわけだけど、ボーリスさんたち夫妻も、結局、その、滋賀県の大海八万、大海兄弟者のところにボーリスさんいたら、敵聖人敵聖人ってやつですね。 敵正人って敵の星じゃないですよ。敵正、ね。敵のような、敵の奴だ。っていうことでね。大見兄弟者そのものが仕事がしにくくなる。ね。大見兄弟子学園にしても、病院にしてもね。皆さんが困るでしょう。ということもあり、まあ、軽井沢の別荘に幽閉。 で、冬の寒い寒い時に石炭もろくにない、食べ物もろくにない、それでちょっと重めの心臓病だっけ病気になってっていうようなね、ことすらあるというね、そういう戦時中も日本に残る、それは日本人だから。だから日本っていう国は国籍が日本しっかり法的にそうなのに、顔の色が違うとか、肌の色が違うとかね、 そういうことで、あいつは日本人だ、日本人じゃないっていうことを平気で言う国民性ですね。アメリカなんかと真逆で、アメリカはサラダボールって言われるようなね。いろんな人種が、この、溶け合っちゃうというよりも、ガチャガチャっとこうサラダにいろんな素材が入ってるから、それが魅力でね、素晴らしいハーモニーを醸し出してる。カラフルでもある。 そういう感覚にはなかなかなれない。日本は単一民族国家であるって一つの神話ですよね。うん。で、そこにまた、近代になって、戦後になって、どんどん入ってきて、日本人、国籍的に日本人になってしまう人もいるのに、なんか、その多文化共生、 っていうところになかなか本音のところで行かないというか行けない日本人戦前はましってのことをそういう中でボーリズとマキコさんねうん妹さんは常様いいねさすがマネージャーだねそうですよそうですよ多分それであってると思う常とか常こってついてる場合もあるなんかウィキ p e ディアでちらっとこってつく場合もあるってね見た気がしましただからあのー、山田 つねさんつねこさんと結婚したのは、こちらも国際結婚組で、さあ、名前をいよいよ言いましょう。ラら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 ラんガントレットパッパッパパッパッパッパパーね。フルネームは、エドワード・ガントレット。エドワード・ガントレット。エドって言う でも、江戸時代の江戸じゃないぜ。ね。エドワードって今の英国国王なんか頼りなさそうなエドワードじゃなかったかな。エリザベスの時代が良かったよね。エリザベスのミオが良かったと思うよ。昭和人としては。だけど、俺っちやっぱり戦時中とか知らないからね。戦時中とか知らないからね。だから、イギリスの首相って誰だっけ ネバーネバーネバーギブアップとかってない最後に母校の小学校を訪ねて、もうヨボヨボのおじいさんになって、ね演説、もうネバーネバーネバーギブアップだけ言ってもうヨロヨロだから、講談したね。あのね、首相、戦時中、その人も戦争終わったらイギリス国民賢いよね。もう平時になったらこの人にやらしとったらダメや。さっさとね、別の総理大臣に選ぶ。 選べちゃう。イギリス国民選んよね。<laughs> 日本人はそういうところもっとね、成熟しないとね、賢い有権者にならないといけない。あのね、この辺まで名前が出てくるんだけど、誰だっけイギリスの第二世界大戦か、ナチスドイツなんか、チャーチルチャーチルですよ。チャーチル。さすがダブルさん。もう知恵袋ですよ。チャーチル。チャー,ーチルですよ。チャーチル。 ね。チャーチル、首相の時代もいただいてたのは、クイーン、エリザベスであったわけでね。大変なばあさんですよ。ね。今、エドワードなのかなと、会ってない、もうその話が、会ってなかったら相当滑ってますけど、山田耕作の妹常、常子さんと結婚して、日本に帰化したのが、エドワード・ガントレット。 その人の写真すら見せないで、あーん。んで、関野さんの垂れ込み情報によると、彼の弟子みたいな存在が、岡野定一。彼って、ガントレット山田耕作うん。の弟子が岡野定一。ふるさとの作曲者。あ、岡野定一がふるさとの作曲者。うさぎおいしかの山。 小舟釣りしかの川夢は今もめぐりて忘れが滝ふるさと。っていうことでね。山田工作もクリスチャン。いい質問だね、マネージャーね。 ちょっと調べたことあるんですよ。どっちかというとね、お盛んな人ですね。お盛んな人、それ、だったと思う。ちょっと名誉に変わるから、あんまり言いませんけど、クリスチャンではなかったかもしれない。でも、明治時代の文化人ね、小説家にしても、作曲家にしてもね、キリスト教抜きで、聖書抜きでね、明治とか大正、大正に非常に豊かに実ったね、今も脈々と連なってるね、日本の豊かな文化ってね、 選手とかキリスト教抜きには考えられないですよ。ね。へえ、クリスチャン家庭の人だったらしいがっていうね。情報がうちのマネージャーから垂れ込まれたということでね。まあ、この辺が終わったがよろしいかなということでね。暴律デーのノルマもようやく果たすことができて。これ、そうそう。前回は選手が戦選手はボーリーズ関係の話したのね。多分暴律関係のファンの人でしょうね。 いいねを押してくれましたから。私はむちゃくちゃね、気をよくしとるんですよ。気をよくしとるんですよ。そこんとこよろしくお願いします。で、お聞きになっているあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの、豊かな祝福と守りと導きがありますように、お祈り申し上げ、つつ木曜日の日刊生放送。あと4、15秒ですね。あ山田工作、クリスチャン家庭の人だったらしい、とかってね。調べないとね、うん、ガントレー との奥さんは常さん、これ山田工作の妹という。